こんにちは、さやです。今日は年末ということで、ちょっといつもお世話になっている事務所に年末の挨拶に行きたいと思います。はい、ということで今回ちょっと外歩きながら話すの恥ずかしかったのでアフレコに手を出しました。最寄り駅は代官山です。こっから歩いて5分ぐらいかな。今日のファッションはザラのハイブーストのデニムにザラのブーツにユニクロのニットにパーコートです。このワンちゃんはいつもお見送りしてくれる。かわいい。人がいたら恥ずかしいんでね、キョロキョロしながら行ってます。着きました。ここですよ言うてね。ドアが2つあるんですよね。重いんですよこれが。このまず閉まるを押すところね、とりあえず先ドア閉めたいっていうせっかちがもうバレてる。で、廊下はモデルさんたちが広告とか雑誌とか出たやつとかを額に入れて壁に並べてます。おしゃれ。はい、ドアを開けると左側に所属モデルのプロフィールがバーって並んでます。上が外国人モデルで下がアジアですね。女の子は一番下の列です。なんか狭そう私。マネージャーの高脇さんです。かなさんです。いつもお世話になってます。可愛いのつけてもろて。みんなのアイドル。ブルブルブルってブルブルって、ああ、行っちゃった。ここの鏡すごい好きで、これくらい大きいの家にも欲しいなっていつも思いながら写真撮ってます。ピース言うて。楽しそうですね。ここがバルコニー、テラスで、ここでウォーキングの動画撮ったり、オーディション用の動画の撮影したり、あとチルスペースですね。左側は代官山のツタヤです。普通にあの年末の挨拶をねしに行こうと思って事務所に来たんですけど、あの書かないといけない書類があったみたいで、それを書いてます。すごいなんか必死に仕事してますみたいな顔してるけど、書いてんのは名前と日付ととかね、そういうのだけです。コロナ期間でね、あの事務所に来れてない間に書類がめちゃめちゃ溜まってたので、ちょっとまだ事務所にいることになりました。事務所出て目の前がスタバなので、ちょっとコーヒー買いに行きます。代官山のスタヤってさ、外にテラス席あるやんか。もうそこの人たちに、うわなんか棒持ったやつ来たでみたいな顔でめっちゃ見られて、めっちゃ恥ずかしかったんやけど、この動画別に撮らなくてよかったよなっていう。でもまあ恥ずかしい思いして撮ったので使います。はい、スタバから戻ってきまして、この子たちに見られながらまた書類の山にサインと日付などを書いていきます。今年の7月でこのブラボーに所属してから2年が経って、今3年目なんですけど、前ね芸能の方にいたので、もう世界が変わって、この2年間ほんまにもう驚きの連続って感じです。おおお、どうしたどうしたどうした、ちょっとアングルが気になっちゃったのかな。調整入りましたね。微調整。何がしたかったのね。自分でやってるけど全然わからん。でまあ、ブラボーに入る前は 2.5 次元の舞台とか時代劇の舞台とかドラマとか CM とかやってました。わあめっちゃあるやんって愚痴ってます、ごめんなさい。でその 2.5 次元ってやつはあのもう閉園しちゃったんですけど、今年あの東京タワーでやってた東京ワンピースタワーっていう舞台があったんですけど、
そこでニコロビン役として1年間やらせていただいてまして、でその後半年間ボア・ハンコック役で出させていただいてました。ボア・ハンコックは映像での出演だったんですけど。お、やっと書き終わったか。20枚弱ぐらいサインをしましたね。なんかゲームの話になって私の iPhone の中ってナンプレとかのアプリしかないんですよ。って言うたらこのゲーム面白いよって言って見せてくれてます。あ、パソコンと戦ってるんですか。いや違う、これどっかネット上の誰か。へー、はいはい、今年1年ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。良いお年を、はい、ありがとうございました。良いお年を。失礼します。お疲れ様です。はい、見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。